皆さんこんにちは。考えるラジオにようこそ。この番組は日々の気になったテーマについてラジオ風でやっていこうと思っています。今回のテーマは、昨年お亡くなりになりました山本文夫さんについて、語っていこうと思っています。山本文夫さんはですね、プラナリアという作品で直木賞を取ったりとかされた方だったんで、すごい昔からすごい好きだったんですけども、最近はちょっとあまり小説の方を書いてなくてですね、ちょっと、いろいろとですね、病気になったりということもあったということで、ちょっと、僕自身も少しちょっと離れてたという時期があったんですけども、昨年度ですね、ちょっと書店とかでも結構並んでたんですけども、自転しながら好転するという本が出されてですね、いい本書かれてる、その本も読みまして、いい本書かれてるなと思いまして、すごいまたこれからも読み進めるの楽しみだなというふうに思ってた矢先にですね、このようなちょっと悲しい、50いくつでしたっけ、58歳かな、と若い、亡くなるのにはちょっとまだ若いというところで本当にちょっと悲しかったんですけども、そういったことも含めまして、ちょっと改めて読み直してみようと思ってですね、今回いろいろで、それで、昔から結構いろいろ読んでたんですけども、ちょっと代表作の中でですね、恋愛中毒という作品があるんですけども、若い頃の僕、男の僕からしたらですね、ちょっとタイトル的にちょっと恥ずかしいっていう部分もあったので、一回は読んだんですけども、ちょっとそこからあまり読み返してなかったので、今回読み直してみて、それで読み直してみて、この作品改めて読むのすごいなと思いましたので、これをちょっと一回ちょっと語りたいなというところで、今回のこのテーマ、この恋愛中毒を中心にですね、山本文夫さんということについて、作家さんについてですね、ちょっと振り返って、自分の中で振り返っていきたいなというふうに思っています。で、この恋愛中毒という作品はですね、どういったストーリーかっていうのを、すごい、さらっと、言いますと、その主人公の女性の方がいるんですけども、その女性がですね、離婚届を出すシーンから始まるんですけども、厳密にはちょっと違うんですけども、大体の大枠のストーリーがそこから始まりまして、でそこでですね、もう自分に言い聞かせるシーンから始まるんですね。で、私が私を裏切ることがないようにと、他人を愛するぐらいなら自身を愛するようにというような、本当に戒めのようなですね、ことを言うシーンから始まってですね、これがすごい象徴的で、この失敗することに対する戒めっていうシーンから始まって、それがすごい象徴的だなというところで見ていくんですけど、そこからストーリーがですね、進んでいきまして、弁当屋で働き始めたんですけど、その女性の方が。でそこで有名な男性の、小説家じゃないかな、一応小説とかを書いてるような、タレントさんみたいな人と出会って、そこから、恋愛に、どんどん好きになってくるというような話でまた展開していくんですけども、ここから先はですね、ぜひいろいろ読んでいただくのが一番いいのかなと思いますので、で僕が言いたいのはですね、この作品というのは、先ほどもちょっと言った通りですね、この失敗し続けるというか、この言い聞かせてるこのシーンから始まるんですけども、結局のところやっぱりこうずっと失敗し続けるんですね。でも失敗し続けてるんですけども、自分ではすごい自覚的なんですよね、その主人公の女性も。というと、結局その小説家の男性の方と、うまくいかなくて、ある事件みたいなのを起こしてしまうんですけども、やっぱりこの他人を愛しすぎちゃうと、だからやっぱり自分自身を愛するようにしようと、しようと思ってても、で裏切ることがないようにと言い続けてるんですけども、やっぱりこう失敗してしまうという、この儚い、何と言いますか、こういうシーンがですね、本当に胸に僕は改めて読み直して刺さってですね、結局自分で思ってても、なんかこれが一番悲しいことだと思うんですよね。この自分では自覚してるんだけど、どうしてもならないみたいな。で、自分では本当に冷静でいようとしてるんだけども、うまくいかないと。これが本当に僕の中では本当に胸に刺さってですね、
まあ、例えば普通のストーリーだったら、まあ、結局うまくいきませんでしたみたいな、で失敗しちゃいましたみたいな話とかというのはなんかすごい分かりやすいんですけども、なんかでもやっぱこの失敗し続けているってこの様がですね、まあ、本当に痛々しく描かれてですね、これは、まあ、タイトル通り恋愛中毒ってことなんでしょうけども、これはですね本当にいろいろ感じるシーン、感じることがありました。今現在もですね、この人間関係とかがうまくいかなくて悩んでる人とかですね、まあ、ちょっと改めてやっぱりこの山本文夫さんっていう作品、作家の、作品をですねちょっとぜひ読んでいただきたいなと思いますね、まあ、それに対してる 解決が描かれてるってわけじゃないんですけども、一番悩んでる人には、届く言葉がすごい描かれてるんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっと台本とかもあまりなくてちょっとまとまりが悪かったかもしれませんけれども、ちょっと改めて、しっかりまとめた上で、山本文さんの作品についてどんどん考えていきたいなと思いますので、よかったらこれからもご視聴いただければなと思います。どうもありがとうございました。